ミトライフニュー。京都府城陽市で開催されたウィンクル城陽にビートライブオフィシャルチームが参加しました。はい、彩乃の地元のイベントですね。毎年参加するのが恒例となってきましたね。今回のリポーターは誰でしょう。皆さんこんばんは、ビートライブ&18のノアです。リコです。今日は京都府城陽市の冬の風物詩ツインクル城陽にやってきました。イエーイ。ダンスのパフォーマンスをダイジェストでどうぞ。それでは行きましょう。皆さん大きな拍手。もう綾乃がすごくかっこよかったです。もう体を全部使ってもうめっちゃ頑張ってたのですごいと思いました。毎年楽しみにしてます。最高。ダンスアップの皆さんも出演しました。ダンスアップの皆さんです。目の前にはいろんなお客さんがいたけどすごく楽しかったのでまた来年も出たいと思いました。ダンス踊ってる時はあまり緊張しひんかったけど目の前のお客さんを見て結構緊張したので面白かったです。初めは緊張してたけどみんな頑張って踊れたのでまた来年も出たいと思いました。イベント後にイルミネーションを見て回ったり露店を楽しんだりしっかりエンジョイしました。12月25日まで開催していますのでぜひ遊びに行ってください。続いてはインフォメーションコーナーです。